皆さんこんにちは、リキューです。3回目になりましたプレス5のモニター選びですね。テレビ買い替えようかなと思っていろいろ調べてここまでやってきたんですけれども、いよいよ佳境です。どんな機種にしようかなということで、いくつか機種をピックアップしてみました。それでは早速入っていきます。まず注意事項なんですけれども、今回いろいろ調べて機種をピックアップしてるんですけれども、これ実際まだプレイステーション5発売されていませんから、例えばこれ HDMI 2.1 ですよとか 4K120p で動きますよとか言っても、実際プレイステーション5でそれが動くかっていうとはまた別の問題だと思います。その辺はご了承いただければと思います。早速本編入っていきたいと思います。まずですね、そのテレビ選ぶ上でメーカーをいくつかピックアップしました。で、条件がこちらで、まず日本で買えることが大前提になります。あとは今回 4K のテレビ考えてますんで、4K を売ってるような会社です。で、3番目が店舗でも実物を見られることっていうのも一応条件に加えました。で、この4つの条件を満たすメーカーって今日本にいくつあるかというと、こちらでこの6社しかないんですね。なんでとりあえずこの6つのメーカーの機種をピックアップして、その中から選んでいくようになります。いろんなテレビ販売してるんですけど、今回対象としたのがこちらの機種になります。まず画面サイズなんですけど、で、今回ゲームで使うことを考えてますので、あんまり大きすぎるのはですね、頭を結構動かさないと隅っこが見れないって問題があって、とりあえず40から60インチ未満ぐらいを範囲で今回考えました。あと発売されてる時期なんですけれども、今2020年モデルも大体で揃ってきていまして、あとは1年前の2019年のモデル、こちらも対象にしています。で、今回この6つのメーカーで条件で機種をピックアップしたんですけど、結構数増えてしまって、全ての機種でちょっと全部見るのは難しいなって思ったんで、いくつかポイントを絞って機種を評価した上でいくつかピックアップするような感じになってます。一番重要なのは価格ですよね。その結構ですね、テレビってレンジ幅広くて、ゲーミングモニターと比較すると結構幅広いんですよ。次がこれ2番目、結構大きい、これも大きい問題で、 HDMI 2.1 にするのか 2.0 にするのかっていうところですね。で、3番目がハイダイナミックレンジですね。これがですね、だいたいこの HDR10 ってのはほとんどの機種今は装備しています。で、ドルビービジョンが結構上位機種に限定されるみたいな感じになっているので、その辺も評価のポイントで、今回エンジョイ勢として評価しますので、ゲームに特化してるわけではないんですね。なんで Netflix とかそういう映画とかも綺麗に見れるってことも考えてますので、その辺も評価のポイントに入れています。で、4番目としてその 2.1 の機能をどのぐらいサポートしているのかですね。4K120p も入るんですけども、この VRR とか ALLM、EARC、 この辺の主要な機能をどのぐらいサポートしているのかも評価のポイントにしています。で、最後がパネルの種類と、あとはインプットラグですね。そのゲームするので、あんまりラグが大きい機種は結構辛いなって思ったんで、一応これも評価に入れています。ということで、前置き長くなったんですが、一覧表を今回作ったんですね。で、先ほどの評価ポイントを使って実際の機種を分類したんですけど、まずですね、この縦横を大きく2つ、最も重要である予算と、HDMI のバージョンおよび機能について、こういうふうにマッピングを作りました。で、横軸が実売価格ですよね。右に行くほど価格が高い、つまりコストがかかる機種になります。で、縦軸がゲーム関連の性能が高いということですね。で、HDMI 2.1 を上に置いて、 2.0 を下に置いて、で、 2.0 の中でも上に行くほど、2.1 の機能を先取りしてるみたいな機種を上にするようにしました。で、あとは、HDR とか、あとはドルビーアトモスとか、その辺の、AV 的な性能が高いものも上に持ってくるようにしています。というわけで、今回ですね、全部の機種が55機種対象になったんですけれども、それをプロットしたのがこちらの図です。こんな感じで6つのメーカーの55機種がマッピングされているんですけれども、まずですね、この HDMI 2.1 のところなんですけど、この上のグループと下のグループがあると思うんですけど、これ何が違うのかってことなんですが、これがですね、上のグループは HDMI による 4K120p の動作実績があるもの、つまり実機で動作が確認されたものになります。で、下のグループは、これはですね、 HDMI で 4K120p が動くはずだみたいな感じですね。なんですけど、消費者の方とか、そういう、あとは評価サイト
の方が実機を使って確認していないものになります。なので動くかもしれないけれども動かないかもしれないよっていう機種になります。でその 2.0 の下のグループなんですけれども、まずですねこんな感じで上の遠い部分がこれが先行実装といって HDMI のバージョンは 2.0 なんですけれども、一部ですね 2.1 の機能を先取りしているようなもの、例えば EARC だけを搭載しているとか ALLM を搭載しているとか、そういう先行実装されている機種になります。で最後のここがボリュームゾーンですね、まあ、このぐらいの価格帯でこのぐらいの機能の機種がたくさん出ているということで HDMI 2.0 のテレビのボリュームゾーンに今なってます。でこういう4つのセグメントに今回は分類したんですけれども、まずですねこの同じセグメント内で言った場合ほぼ同じ機能を持っているんですけど、左に行くほどまあコストが低いですよね。なんでこんな感じでそれぞれのセグメントの一番左側の機種が当然お買い得なものになるわけです。もちろんその例えばこの LG のこの機種とこっちの機種で価格が違うのはもちろん性能が違うからなんですよ。なんですけどその性能っていうのは今回プレステ5でゲームをする上ではそれほど重要じゃない性能なんですね。例えばスピーカーの数が多いとか筐体がすごい綺麗、例えばその本体が薄いとか、そういう高級機種にあるべき機能を備えているほど右に行くような感じになります。なんで今回その辺の機能は評価対象外になってますので、当然左端にあるほどお買い得な機種になるということになります。なんでこの各セグメントの一番左側にあるような機種をたちをいくつかピックアップしてご紹介していきたいと思います。まずこれですね、一番上のグループ、この LG のこれ CX って書いてますけど、海外ではこれ C10 って言われてます。 C9 と C10、 この2つがいわゆる全部入りってやつですね。 HDMI 2.1 で 4K120p も動く実績があるものがこの2機種になります。まず LG の C10 なんですけど、これ LG の中ではまあミドルレンジモデルになります。で2020年モデルで 4K120p も動くことは確認されています。でこの C10 の特徴はこの48インチモデルがあることなんですよ。まあ小さめのディスプレイの方がいいって方結構多いと思うんですよね。でこの機種についてはこの10プラスだけないんですけど、他はもう全部入りになってます。まあ価格も結構しますけれども、とりあえず全機能欲しいっていう方にはおすすめかなって思います。で、1年前のモデルの2019年モデルの C9 なんですけど、で、これはですね、まあ C10 と大して差はないんですけれども、120p については動くような感じではあるんですけど、ちょっとですね、この辺は C10 の方が今は主流になっているので、ちょっと情報が少なくて、まあ買うときはまあ48インチがなくて18万なんですよね。55インチで18万なんで C10 より安いんですけれども、1年古いので若干そのこの今後のファーム更新ですよね、どこでファーム更新が区切られるかって年によって変わってくることありますので、その辺がちょっと心配かなって思います。まあでも大きい画面が良くて予算少なくしたいって方はこれも選択肢に入ってくるのかなって思います。でこの C10 と C9 の2機種今回紹介して、でここでですねこの 120p の劣化問題っていうのが、これ日本というよりは海外でですね結構大事になってたんですけど、どういうことかというとこんな経緯があってですね、でまずですね去年ですね C9 というのが発売されて、で発売された時点で HDMI 2.1 で 4K120p に対応してるよって宣伝していたんですよね。なんですけど当時はですねまだ HDMI 2.1 を使って 4K120p を出力できるようなデバイス、まあそういうものがなくって、いわゆるそういう評価サイトでも確認できないんで、確認できるようになったら確認するよみたいな感じに書いてる状態でした。で1年経って C10 が発売されて、これも一緒なんですよね。でやっとですね9月にこの G-FORCE の3080発売されて、これが HDMI 2.1 対応で 4K120p 出せるデバイスだったんで、でこの3080を使って実際にこの C10 に映像を映してみたって方がいて、でその方がですねこのレディットっていうアメリカの有名な掲示板みたいなサイトですよね、ここに3080で 4K120p 出して C10 に映したら444のデータのはずが422になってしまったと。でこれいわゆるクロマサブサンプリングって言って、テレビ側でこう色情報を圧縮してるんじゃないかみたいな。で圧縮すると何が起こるかっていうと、こう細い線が消えたり、特に斜めの線が消えたりとか、小さい文字が読めなくなったりとか、こうコントラスト高い
境界線がぼやけたりとかいろいろ問題があって、要は画質が劣化するんですよね。なんでそういう問題が掲示板に出て、これ結構大ごとになって結構高いわけですよ。画面サイズ大きいのを買ってる方は30万40万でするものなので、 2.1 で 120p 動くって言ったのに動かないじゃないかみたいな感じになっていて、でそれで LG に問い合わせてる方とも結構いて、で LG 側がどうしたかっていうと、このよくもう2日後ですよね、これでファーム修正しますっていうのをもう YouTube とかにも掲載されて、すごいスピードで動いて、で実際この10日後に修正ファームが今提供されています。ただこれがアメリカだけみたいな感じなんですよね。 EU とかアジアの他の国はまだ配布されてないみたいな状況らしいです。でこれもう10日以上経ってるので、最近の状況はちょっとまだわかんないんですけど、でこの修正ファームを使えば 4K120p で444が映るってことを実際ネットの方も確認して、 YouTube とかにも動画上げていて動いたよっていう情報が出てるので、まあ、今のところ治ってるっぽいんですけど、ただ日本とかまあヨーロッパの国のユーザーの方は最新状況どうなのかなってちょっとわかんないんで、まあ持ってる方とかでファーム出てるよっていう情報ありましたらぜひコメントいただければと思います。で次にこの部分ですね、この B9 っていう有機 EL なんですけど、これ LG でだいぶ安いんですよね。で C と B の違いって何かっていうとですね、まあ、日本向けの場合はチューナーの数が少ないんだったかな、地デジとかのチューナーが B は1個2個、なんかその裏番組の録画ができるできないとかそういう違いがあるらしいんですけど、なんでパネル自体は一緒じゃないかってことで、まあ廉価版なんですけど、まあこれがですね、いわゆるエントリーモデルって C の1個下ですね、筐体とかもプラスチックが増えて若干こうチープな感じになってるらしいんですけど、まあ、これがちょっとですね情報が少ないんですよ。みんな結局 C 系を買う方が多くって、それによって C 系の情報がネットに掲載されてまた C 系を買う方が増えるってことで、この B を買ってる人があんまりいなくってですね、その情報が少ないので動くかどうか分かんないっていうのは正直なところですね。で次に液晶版ですね、 LG、 これも LG ですね。まあ 2.1 は全部 LG になっちゃうんですけど、この液晶と有機 EL でほとんど価格差がないっていうのが、まあ LG すごいところ、まあ有機 EL パネルの供給、一大供給メーカーなんでそれができてると思うんですけど、まあ 2.1 の液晶版になります。でこちらですね、 SM9000 シリーズは2019年の液晶フラッグシップモデルになります。ナノセルっていう名前で売り出している機種なんですけど、でこちらも同様にですね、 B9 と一緒で、そのこの RDingsっていうカナダの有名な評価サイトがあって、この中では 4K120p 対応してるよって書いてるんですけど、まだ検証してないよとも書いてあって、まあその辺も B9 と同じで買う人が結構少ないので検証が後回しになってるってことです。なので一応スペック上は動きそうだってことなんですけど、先ほどのそのクロマの問題とかもあって、実際どのぐらい動くのかはちょっと未知数になります。で SM9000 シリーズの2020年版がちょっと名前が変わってナノシリーズに変わってます。海外だとナノ90みたいな感じになってて、日本だと91、これチューナーの違いなのかなって思うんですけど、でこの2020年モデルから HDMI のバージョンが LG さんのウェブサイトに書いてあるんですけど、それがこの方から掲載がされていないと、なんで結構より不安になってるのが現状です。次に 2.0 の方ですね。 2.0 はこんな感じですごい右の方に伸びてるんですけど、まあ、一番左に端にあるお買い得な部分で言うと、やっとこの日本メーカー入ってきます。パナソニックさんとソニーさんの2機種が今ピックアップされます。でこの辺はまあ 60p になります。 2.0 なので当然 120p は可能性もなくって、まあ、60p 限定で一部 2.1 の機能が先行実装されている機種になります。でまずパナソニックさんの ATX750 なんですけど、パナソニックさんはこの ALLM っていうオートローレイテンシーモード、ほぼ全ての機種これに対応してくれていて、なんですけどパナソニックって結構ですね、その映像とかにこだわってるイメージ強いんですけど、なぜかですねこの EARC ではなくて ALLM を先行搭載するっていう選択肢ですよね。でこれ一番安いモデル、2番目かな、安いモデルなんで、パネルがですね、倍速じゃないんですよね。まあ、等速って書いてますけど、倍速じゃないので、遅延は比較的少なそうです。というのがこのモデルになります。で、パナソニックさんは珍しくこの HDR10 プラスに対応しているのが特徴になってます。次にソニーさんの X8500 です。で、これ G なので、2019年モデルです。ちょうど価格がパナソニックさんと同じ価格帯なんですけど、ソニーさんはこの EARC を多くの機種で先行実装しています。で、こちらはですね、パネルが倍速なのでラグは結構多いんですけど、それでも 14.6 ミリセックなんで、まだマシな方ですね。
で次にですね、この 2.0 のボリュームゾーンになります。でここぐちゃぐちゃでなんだかわかんないんで拡大したのがこちらです。先ほど紹介した2機種がここにあって、ぐちゃぐちゃだった部分拡大したのがこんな感じです。まずですね、このパナソニックの GX500、 これが今回対象となる機種のビエラでいう最安値の機種になります。でこんな感じで、先ほどの HX750 と比較するとこのドルビー系が入っていません。ドルビービジョンとドルビーアトモス非搭載で、価格が2万円ぐらいかな安くなっているようなモデルになっています。でこれは ALLM 搭載しています。で次に同じくこちらにあるブラビアの最安値 X8000H なんですけど、これですね、さっきの X8500G かなと比較すると、まあ H なんで2020年モデルの一番安いモデルなんですけど、まあブラビアの特徴であったこの EARC の先行実装、この機種ではやっていないんですね。なんで完全に 2.0 のモデルになります。で先ほど8500では倍速液晶だったんですけど、こちらは倍速じゃないのでラグがちょっと短くなっています。でそれからですね、やっと登場したのが東芝のレグザで、ここですね。でレグザずっとこの辺すごい高いんですよね。性能の割に、まあゲームっていう観点で言うと性能の割にちょっと高くって、今回ピックアップされなかったんですけど、1機種だけ東芝さんもピックアップされました。それがこの M540X っていう機種で、これ特徴がですね、その液晶パネルが倍速じゃないんですよね。なんでゲームモードにした時の映像処理の遅延がすっごい短くて 0.9ms とかそんなレベルです。でまあパネルのオート速度を入れても多分トータルで 9mm ぐらいになるんじゃないのかなって思うぐらいすごい短い、完全にもうゲーマーをターゲットにしたような機種になります。なんでもう割り切っていてですね、いわゆるこのドルビー系は完全に非搭載です。で価格もすごいレグザにして抑えていて、で ALLM を搭載して、先ほどのインプットラグがすごい短いってことで、もう 100% ゲーマーターゲットの機種かなって思います。でサイズもすごいこんな感じで、43から75まで5段階もあるので、結構ですねこれは買う人多いんじゃないのかなっていうモデルになります。で最後はハイセンス、中国のメーカーなんですけど、で今回まあこっちの方をピックアップしてます。こっちの方が安いんですけど、まあこっちの方がいいかなって思って、この U7 シリーズなんですけど、これまあハイセンスって特徴が、その東芝のレグザの映像処理エンジンを OEM 供給されて、まあクローンみたいな感じで出していることで日本では有名なんですけど、で U7 ってのは2019年モデルかな、今2020年モデルで U8 シリーズが出てるんですけど、まあ、ちょっとですねまだ発売されてない機種もあって、秋発売予定みたいなのがあるんで、今回 U7 シリーズをピックアップしてます。で U7 だと E と F ってあって、 E が倍速液晶でちょっと高いんですよね。なんで今回 U7F の方で、この辺はすごいもう機能割り切っていて何にも搭載されていません。まあ、HDR10 は搭載してるんですけど、それ以外のこういう 2.1 の先行実装とかはもう全然入っていなくて、その代わり価格がもう6万円からって非常に安いです。まあ、43インチですけど。でハイセンスの機種の特徴はですね、ここに書いてあるこの RGB 信号が YUV じゃなくて RGB だった時に自動的にゲームモードにしますみたいな機能があって、これがだから ALLM みたいな機能なのかなって思うんですけど、こういう機能がある機種になります。なんでゲームで 120p なんてほとんど出ないから 60p で十分で、 HDR も HDR10 さえあれば十分みたいな方であれば、価格が6万円ですので、まあプレステ5の本体とほとんど差がない価格で買えますので、結構この辺はおすすめなのかなと。だからそのプレステ4の時代にテレビを買った方っていうと、結構もう7年ぐらい前のテレビなので 4K じゃない方も多いと思うんですよね。そういう方が 4K のテレビに買い替えようかな、でもそんな何十万もするの嫌だなみたいな時に結構いい選択肢に入ってくるのかなと思います。で長くなりましたがまとめになります。でまずですね、 HDMI のバージョンで結構差が出ます。 2.0 で十分であれば、先ほどのハイセンスさんみたいなところで5万円ぐらいから、5万円台からありますね。で 2.1 にしようと思うとですね、結構価格がガンって上がって、まあ10万円スタート、先ほどの LG さんのナノシリーズの86っていう安い方で10万円ぐらいのスタートなので、まあ10万円以上するっていうのが現状です。で 2.1 の特に 120p に関してはまだですね、今まさに検証が始まったばっかりみたいなところがあって、で LG さんのところでも紹介しましたけど、検証してみてなんかおかしいぞみたいな情報も結構上がってきているように、
ちょっとですね、これは人柱的なスタンスがないと買えないかなと思います。特にですね、2.1 は価格が10万、15万、20万ってしますから、ちょっとその価格で動かなかったら嫌だなって思う方は注意が必要かなって思います。あとは今回海外の評価サイトとかを結構見ていたんですけれども、それを見ていて気づいたのは、日本がちょっとですね、選択肢が少ないなと。特に HDMI 2.1 の機種の選択肢が今 LG しかなくって、それは結構ですね、厳しいなって感じたところです。で、海外の場合サムスンとかビジオ、ハイセンスあたりもいい機種をたくさん出していて、まあその辺がちょっとですね、悲しいところですよね。で、最後にですね、この日本メーカーがちょっとですね、温度感低いなと。で、今回ですね、まあ Xbox も PS5 もほぼ同じ時期に発売されて、一気に HDMI 2.1 の需要が増えるようなタイミングだと思うんですよ。それにもかかわらず、ほとんどですね、テレビ 2.1 対応する気配すらなくてですね、まあこの2021年秋に発売されるであろうみたいな噂はずっとあったと思うので、それに向けた準備が一切なされていないというような感じです。で、アメリカとかはもう全然盛り上がっていて、日本と比較にならないぐらい機種も多いですし、 2.1 に対応した選択肢が多い、ユーザーも盛り上がって、家電メーカーもチャンスと思ってすごい頑張っているような感じなんですけど、その辺日本メーカーも完全無視みたいな感じがちょっと残念なところではあるなって思いました。で、最後にですね、結構忘れてはならないことが1個あってですね、あれがどうなってんだって思った方もいると思うんですけど、これですね、まあ、有名になった X900 シリーズです。これ、Ready for PlayStation 5ってことで、ソニーが発売した PlayStation 5向けのテレビ、グラビアになります。で、日本の場合ね、この4桁シリーズになっていて、海外はこの3桁の型番になってるんですけど、まあ、こんな感じでまあ連動してると思うんですけど、この X900 シリーズ、日本で言うと多分 X9000 シリーズだと思うんですけど、それが日本では未発売です。で、アメリカとか台湾でももう発売されているんですけど、日本はまだ出ていなくて、これが出るのか出ないのかっていうのは結構大きな問題かなって思ってます。で、全然もうあとちょうど1ヶ月ぐらいでプレステ5発売で、その時点でもうテレビがの情報がないと。なんで多分これプレステ5の発売日には間に合わない可能性大かなとは思うんですけど、で、仮に発売された時にどうなるのかっていうのも考えてみたんですけど、まあ実際このアメリカの価格がですね、950が999ドルで、900が949ドルってことで、だいたい 5% ぐらい安いんですよね。なんで日本の場合ここが16万円で 5% 安いといくらかって言うんですけど、ここが15万円なので、まあちょうどこの間になるのかなって思うんですよ、価格が。となると、つまりここも15万円から16万円ぐらいかなっていう可能性が高いなと思います。で、もしこれが15万円だった場合どうなるのかっていうのを先ほどのプロットで確認すると、ここですね、スペック的には全部入りの、まあ、部類に入りますので、カテゴリー。で、価格が15万円なんでこのポジションですね。で、これ他のところ見ても、この有機EL と液晶ってこのぐらい価格差あるので、まあ、意外とここのポジションってありなのかなって思うんですよね。なんで、まあ、海外ではだからこういうポジションで売っていて、日本でも発売されるとしたら、まあ15、16、もしくはここに LG の機種があるんで、まあ、14から16万円の間ぐらいじゃないのかなっていうふうに思います。というわけで今回長くなりましたが、実際のテレビ買い替えの機種の候補をいくつかピックアップしてご紹介してみました。で、実際この中から買い替えの機種を選んで買い替えようと思ってますので、また買い替えましたらそのレポートもお届けできたらなって思います。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。